今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。最近ですね、幼稚園の方では先生たちの保育している様子を動画を撮って YouTube に上げてご家庭で見れるようにしてるんですけれども、今日は私と川田先生の方でパネルシアター、こういう大きいパネルを使ったシアターの方を年長さんのお部屋でさせていただきました。私と川田先生すごくドキ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 していまして、練習を何回も何回もしてやってたんですけど、もう年長さんすごいんですよ。なんかすごいお話もたくさんしてくれて、こうこうこうかなって聞くと自分で考えて、こうかなって、こうこうだよってすごい声をかけてくれて、一緒に私たち自身もすごく楽しみながらパネルシアターができて、とっても嬉しかったです。あとはですね、昨日から個人面談の方が始まりまして、お母さんたちにお家でご様子どうですかってお伺いすると、もうすごい幼稚園に行きたいって言ってるんですとか、あとその動画、園からこうアップされた動画をすごい毎日見てて、もう繰り返し繰り返し何回も見てるんですっていう方がいっぱいいらっしゃって、もうもうみんなに会いたいなってこちらも思いましたし、あとはメッセージ、レーザーキッズのメッセージでお写真と一緒に、今日お家でこんなこと頑張ったんですよとか、こういうことしましたっていうお知らせとかをこう幼稚園の方に配信してくださる保護者の方々もいて、その写真を見てお家でもひらがなの練習だったりお絵描きとか頑張ってやってるんだなっていうことを知れて、早くみんなに会って、楽しく過ごしたいなとより思った一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。